はい、今日は南京飯店。南京飯店です。南京飯店来ました。南京飯店。はい。店。うん。会津若松でね、老舗なんだけど、すごくね、この餃子が美味しいってね、みんな言うよ。餃子楽しみ。あんちゃんも最近餃子上手になったからな。あっちこっちのお店食べて、餃子名人になってもらわんとな。そうか。そういうこともあるな。はい。じゃじゃん。おお。今日は何頼みますか？そうやな、なんか美味しそうだね、みんなね。美味しそう、いい匂いしてきた。うん、お腹の虫がくるくるいってきた。くるくるきた。うん、やっぱりね、ここはあの南京飯店。南京飯店。南京飯店やろう。南京飯店。南京麺ってのがある。南京麺いいね。うん、これはやっぱりなんかちょっと気になるよね。うん、まあやっぱり南京麺、南京飯店来たら南京麺を頼むやん。南京麺はいいよ な、食べてみたい、うん、それとな、うん、南京やないけど香港ラーメンってのがあるね。やっぱこれもなんか、うん、南京に香港や、南京に香港や、うん、これやね、香港、香港、南京、それにな、これに特製餃子や、特製餃子ね、これでいきます。はい、今日もビールはなしですね。じゃじゃん、あービール映ってます。ビール、ビールなしの餃子か。あービール、うーん、我慢する、うち帰って飲む。そうやな。はい、じゃあ楽しみですね。こっちが、はい、うん、こっちはね、どっちがどっちかわからん。南京麺、こっちが南京麺か、麺はこんな感じで、うん、じゃあ、おーすごい、お焦げのいい香りする。おー、ほら、このラー油かね、本当に作ったらああいう手作りラー油だね。ああ、いい香りするな。うん、すごいいい香りする。これはええ。これは本物のあの手作りラー油や、マジで。こんにちは。はい。すごい、これは、ね、美味しそう。ラー油大好きだ。ラー油好きな私たちにとっては。とっては、これは美味しいラー油。嬉しいラー油。はい、ね、では。じゃあ、いただきます。ほら、これ。手作りラー油ですよ。手作りラー油、うん、すっごいね、この香りが、うん、香りがね、香ばしいのね。うちに欲しいわ。お土産ないのか。うん、お土産ないよ。お土産があったらこれは買ってくるわ。ぜひいただきたい。これちょっとたっぷり入れてみるよ。うん、このですね、うわ、餃子行かせてもらいますよ。餃子行かせてもらいます。どうぞ。これ一口で食べないと大変なことになるね。でも一口は無理やね。無理かも。ちょっと一口は無理。大きいね。うん、大きい餃子どう、あんちゃん、あんちゃん餃子と比べて。どんちゃん、うん、あのね、うん、これはひき肉やない。あ、なんかもっちりした感じ。うん、大体ひき肉でしょ。うん、ふんちゃんもいただいてみます。これひき肉やない、練り肉や。うん、ほんとだ、練り肉。ニンニクすごい効いてる。ニンニクがすごいね。ニンニクがすごい効いてて、しかもお肉はさ、あの口引いてないから、うん、なんていうの、ね、難しいよね、説明が。なんか肉の糸感が出てるっていうのか、うん、食感が、食感が違うでしょ。違う、全然、うん、これはこれで美味しいですよ、うん、最近
食のさ、大食いチューバーさんたちっていっぱいいるやん。いっぱいいるね。うん。でも、あの女の子たちの大食いチューバー、うん、この間、博多ラーメンの替え玉ラーメンやってた。うん、20杯でもっとだっけ。うん。多分そんなには食べれてなかった。うん。いつも思うんだけど、どこに入ってくる？あの大食いチューバーの女の子たちってさ、みんな細い人多いでしょ。どこに入ってくる？4キロとか5キロとか。ね。単純に考えたら、4キロのものを食べたら、その日の体重は4キロプラスされるはずない。まあそうだね。でもさ、なんか全然お腹膨らんだりしてる風に全然見えないけど、どうしてるんだろう、その時そこは、ね、みんな疑問に持たないのかな。でもさ、コメント見てもそれに関して書いてる人いないですよ。あんまりいないですね。うん、いないの。やばった。うん、胃袋が付け替え式なの。そうか、そんななのか。最近はだから普段4キロ食べても、うん、次の日違う胃袋をくっつけて、便利だね、それ、うん、それかザルみたいになってる。あ、ザルか、ザル、なんか宇宙に吸い取られてる。うん、南京出てきた。うん、南京出れば完食間近。うん、しかも大食いチューバーさんはさ、うん、トライアルしてるから一粒でも残しちゃうパンだね。そう、まあおつゆも基本一滴も残しちゃうから。そうなの、うん、体にちょっと悪いんじゃちゃうかなって。そうね、ああ、血管切れたら大変やなわ。うん、ほんまや。うん、誰かな、そういえばな、二郎系の5キロぐらいのラーメン食った時な、なんかフラフラするようなこと言っとった。うん、なんか塩分多くて、そうそうそう、塩分で、あ、手がしびれる言っとったな。あれはどんな症状だ。やっぱ危ないやろ。危ないよね。体の中の電解質バランスが塩に傾いてるってことは、やっぱ危ないやろ。手がしびれるほどってなんか相当なもんやろ。相当やろ、うん、そんな人おったな。うん、おった。まあわてらはあれやな、大食いはご遠慮させていただきます。無理でございます。あの3人がプリティさんに行ったらどうなんやろね。うん、とかそこのこの間のイナノスロの台湾料理さん、うん、楽勝でしょ。お店の食材足りなくなっちゃう。うん、でしょ、うん、なんかそういう大食い道有名な娘の3人相撲部屋に行って、うん、ちゃんこ、うん、3対3で、うん、お相撲さん3人娘さん3人、うん、娘さん勝ち。うん、これすごい。うん、ね、8キロのちゃんこを3人で3杯。え、じゃあ1人8キロ、うん、だったと思うけど。やっぱりブラックホールやん。お相撲さんたちが最初もなんかびっくりして、え、マナ入るのって。なんか一応お相撲さんたちと対決ムード的な、どっちが食べれるかやりますよみたいな。絶対負けるはずないと思うやん、あのそんな細っこい娘さん3人でな。それがさ、あっさりあっさりや。しかもみんな全然楽々食べてる。8キロ。うん、あの三色ちゃんもさ、すごい、なんか全然あのきつそうな顔が全くない、ないね、あれがすごい。やっぱり食のアスリート。人を分けや、あ、
それだけ食べられたら、そうやな。でも最近そういう人多くない？まあ、見てる人たちに、見てるからね、そういう感じけど。最初はほら、曽根ちゃんでしょ？女の子でね。あれから一気に増えたね。増殖した。増殖したよ。お水が美味しい。お水美味しいね。ちょっと濃いしかない。うん。何で食べた？うん。完食です。南京。完食。うん。勉強。美味しかったです。うん、これです。餃子もこんな感じ。食べました。ポンちゃん食べましたね。ありがとうございました。美味しかったね。美味しかった。なんか久しぶりに中華料理食べた感じ。うん。ほんと、ラーメンやるって中華料理食べたっていう感じやな。ポンちゃん。はい、あんちゃん。南京飯店。そう、南京飯店。南京飯店ね。南京飯店。もう今ね、食べ終わったとこで。うん。うん、どうやった？美味しかったな。中華麺食べ、中華街の中華麺食べてるみたいで美味しかった。餃子も、ニンニクたっぷりで、いつも食べてるひき肉じゃないお肉。なあ。練り肉？うん。なあ、それに。絡まって。おう。ニンニクはもう目で見えて分かるぐらい入っとったな。入っとった。うん。で、ラー油が美味しかったです。ラー油はね、自家製ね。あれ、皮もおそらく自家製やね。うん、皮も自家製。うん。うんうん、ね、焼き加減もちょうどよく、はい、本当に美味しくいただきました。いやー、もうこれでね、あとはプシュッあったらね、プシュッとね、こっちにトゥ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 ってね。そうなんですよ、プシュはね、もうこの後いきます。はい、プシュね、プシュね、うん、じゃあプシュタイムで、はい、じゃあ今日もごちそうさまでした。